あらめさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイ最大 5% ポイントの還元が確定ということで、増税後もキャッシュレスということですね。今回は楽天ペイの還元が、増税後のポイント還元が最大 5% までもらえるということでお伝えしていくことを思います。今回の内容に関しては、前回のキャッシュの動画でお伝えしたところと、まあ内容は似てるところではあるんですけども、まずはお題のこちらですね。楽天ペイメント経済産業省のキャッシュレス消費者還元事業における決済事業者としての本登録が完了ということで、まあ少し内容も抜粋してきました。登録いただいた事業者は加盟店手数料の補助を受けることができ、さらに新規加盟店であれば端末費用の補助も受けれるようになる予定です。利用者は2019年10月1日から2020年6月末までの間、対象となる加盟店において楽天ペイでお買い物をすると最大 5% のポイントが受けれるようになります。経済産業省が定義する中小小規模事業者は 5%、 フランチャイズとは 2% の還元率なので、導入するお店側も、まあ、手数料の補助も受けることもできますし、さらにまあ利用する僕たちからしても最大でも 5% まで還元を受けることができるということですね。いやー、もうキャッシュに引き続きですね、まあ、本格的にまあキャッシュレスとしてまあ国が動いてきてるなっていう印象がありますね。そして現在では、まあ、このような楽天ペイに設定した楽天カードのお支払い分が期間中ずっと 5% 還元というキャンペーンを今やってますけども、まあ、増税後の2019年10月から、まあ、2020年6月末までの間は楽天ペイの場合は、まあ、これが当たり前になるということになりますね。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。楽天ペイの2019年10月1日から2020年6月末までの間、最大、まあ、5% の還元が確定したということで、まあ、前回お伝えしたキャッシュ含めてですね、これからもまあこのような発表というのはまあちょくちょく出てきそうな気もしますけども、まあ、その時随時ですね、動画にしていこうと思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。